はーい、どうもないです。今回ですね、こちらの絆決戦、VS ルフィ編の、事前編成の方を紹介していこうと思うんですけど、今回は、星5キャラのみでちょっと構成させていただきましたので、配布とか、星5キャラ、レアキャラですねで、編成していますので、組みやすいかなと思っております。なので超すごいやつらとかは使っていませんので、初心者の方でも、組みやすいと思いますので、ぜひとも参考にしていけたらいいかなと思っております。ということで、やっていきましょう。まず力属性編なんですけど、バトルの方でしびれが5ターン来るということで、しびれの解除はこちらですね、フーズフーの方で、5ターン解除できますし、隣接するスロットを自走ってもできますし、あと野心と強靭タイプキャラの攻撃を2倍にもすることができますので、火力的には問題なく、いけるのかなと。でさらにシビルも、解除できるので、大丈夫かなと思っております。で、ボス戦の方で赤海賊ペンギン ×2 体配置、遅延以外状態上無効99ターンで、技速ランダム属性変換か、属性変換なしということで、力か速か技の、どれかが来るという感じですかね。で一定以上のダメージ軽減が、5ターンで、必殺封じが5ターンと。でボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、一定以上のダメージ軽減が、プラス1ターンと、必殺封じがプラス1ターンということで、計6ターンずつですね。ということで一定以上のダメージ軽減なんですけど、一定以上のダメージ軽減はこちらの勘十郎で、4ターン解除することができますので4ターン解除しつつ、残りの2ターンはフレンド戦場にもこの勘十郎を入れさせていただきまして、残りの4ターン、残りの2ターンか、解除していこうかなと。4ターン4ターンで8ターンという感じで解除できるので、それで解除していこうかなと思っております。で必殺封じが、5ターン、あ、6ターンですか、6ターンということで、解除していこうと思うんですけど、こちらのバギーで、必殺封じを、5ターン回復できますので、これで回復していこうかなと、考えているんですけど、こちら6ターンになりますと5ターンじゃね、繊維効果で5ターン、回復されても、残り1ターン残ってしまうということで、解除できないんですよ。なので、こちらにライズを入れさせていただきまして、サポート効果で、そうですね、冒険中1回限り敵からしびれ戦場、ひさ封じ状態を受けた時、次の1ミの行動時にしびれひさ封じを2ターン回復することができますので、これで2ターン回復しつつ、そうですね、バギーのひさ封じを解除させつつ、残りの必殺技で、解除していこうかなと思っております。で、火力面でこちら、ゾロの方を入れさせていただきまして、スロット固定もできますし、スロット影響を2倍にすることもできますので、かなり火力が上がるのではないかなと考えております。でこちらにオロチも入れさせていただきまして、体力が 80% 減ってしまうんですけど、野心、白色、強靭タイプキャラの攻撃を2倍にすることもできますので、攻撃力2倍で、スロット影響も2倍という感じでいこうかなと。でさらにこちらの勘十郎の方で、船長が野心タイプの時、この勘十郎野心タイプなので大丈夫なんですけど、1ターンの間、力属性の通常攻撃による属性相性の影響を2倍にすることができますので、基礎エンハンスの攻撃スロット影響、属性相性を全部2倍にすることができますので、かなり火力が出るのではないかなと考えております。で、バギーの方で船長が野心タイプであれば、一味のお邪魔スロットを含む全てのスロットを自走ットに変換できますので、これで自走ットに変換しつつ、倒していこうかなと考えております。はい、ということで続いては和属性編の方を紹介していこうと思います。まずバトルの方で船員の膝ターン巻き戻し2ターンと、船員膝ターン固定へグッドタップ3回までということで、船員の膝ターン、巻き戻しされてしまうんですけど、こちらね、バトルにで解除してもいいですし、ボス戦にて解除してもいいので、どちらでもいいですよという感じですかね。で、火力が足りないと思いますので、こちらのロジャーの方で、発動条件がこのキャラなんですけど、以上エースを入れてますので発動できると思います。で、1ミのスロットを一旦固定させつつ、一旦の間1ミの行動、攻撃力を 1.75 倍にすることができますので、十分火力は出るのかなと。で、これで足りない場合は、サボの方をね、使わせていただきまして、隣接すると実装にしつつ、船長が自由か脱走タイプキャラであれば、一旦のチェーンケースプラス 1.0 することができますので、チェーンケースも上げつつ隣接スロットも、自走にすることで、さすがに倒せるのではないかなと思いますので、火力足りない場合はこちらのサボも使ってみてください。
で、続いてボス戦の方で、緑海賊ペンギン ×2 体配置で、防御力ダウン、以外状態上無効99ターンで、力技速ランダムスロットバリア1タップ、5ターンとで、フリスロット変換、残り体力1体力効果5ターンとで、防御力アップ、5ターンとで、追撃ダメージの、必殺ターン、割り込みで、有利効果、蓄積時打ち消し、船効果封じ5ターンとで、ボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、残り体力1体力効果がプラス1ターンとで、防御力アップターン数が増加して、プラス1ターンということで計6ターンずつになりますね。まあそうですね、まず残り体力1体力効果と防御力アップに関しましてなんですけど、まあそれはこちらのゴールドロジャーの方で、防御アップと残り体力1体力効果を2ターン減らすことができまして、こちらの、ね、潜在能力の方でさらにね、もう一度ひざを打つことができます。2回連続でひざを打つことができますので、まあ、2ターン2ターンという感じで4ターンずつ削ることができます。で、まあ、残りの2ターンなんですけど、まあ、残りの2ターンはフレンド船長に同じゴールドロジャーを入れて2ターン解除するのでもいいですし、ウソップの絆決戦のウソップの方を入れさせていただきまして、まあ、6ターン解除できますので、それで解除するのもありですかね。うん。で、まあ、防御力アップに関しましては、まあ、4ターン解除できまして、まあ、さらにはね、フレンド戦中に同じロジャーを入れれば、さらに2ターン解除することができますので、まあ、問題ないんですけど、まあ、それ以外にも方法がありまして、防御力ダウンさせることが、重要ですので、まあ、こちらのワイパーの方を使わせていただきまして、そうですね、1ターンの間、防御力ダウン中に与えるダメージ2倍になったりだとか、まあ、1体の、敵全体のね、あの1ターンの間敵全体の防御力をゼロにすることもできますので、まあ、これで防御力ゼロにさせつつ、防御力アップの、ギミックを解除していこうかなと。うん。まあ、ロジャーの方で防御力アップを解除することもできますし、まあ、こういうワイパーみたいなキャラで、防御力アップをねゼロにすることもできますので、まあ、どちらでもいいですかね。うん。で、続いてフリスロット変換が、まあ、来るわけなんですけど、まあ、これはね簡単です。このロジャーがいれば、そうですね、同タイプキャラは力、速、技、スロットも有利扱いになるということで、自由、斬撃キャラは、そのね、力、速、技、属性も、技、スロットも有利扱いになりますよということなので、まあ、全員ね自由タイプではあるので、まあ、全員有利扱いにできるのかなと。で、フリスロット変換されたとしても、まあ、全員ね、絶対に力か速か技になると思いますので、まあ、サボはなんないかな、サボは地属性になってしまうんですけど、まあ、他のキャラは全員ね、その3つの属性のスロットどれかになると思いますので、まあ、それで、まあ、有利扱いになっているのでフリスロットも効きませんよという感じですかね。で、力技速ランダムスロットバリア1タップ5ターンということで、まあ、これもね大丈夫です。これも全員変わるんですけど、誰かしらねどれかの属性にはなると思いますので、まあ、それでが来た順にね、タップしていただければ問題なくいけるのかなと思っております。まあ、絆決戦ウソップ使ってもいいですし、あ、船の船長ね、いいですし、ゴールドロジャーを使ってもいいので、まあ、どちらでも、編成していただいたらいいかなと。まあ、ウソップがいない場合はゴールドロジャー絶対にお助けで出てくるので、まあ、それで使ってもいいですし、まあ、ウソップいっぱいいるよと、フレンドにウソップのキャラいっぱいいるよって方は、ウソップ使ってみてもいいのかなと考えております。で、まあ、一応ねこちらにエースを入れてるんですけど、まあ、エースを入れた理由っていうのは、まあ、ゴールドロジャーのね超過を使えるのが、まあ、問題一つのね入れる理由なんですけど、まあ、もう一つはこちらね、1ターンで強靭自由格闘タイプキャラのスロット影響を2倍にすることができますね。これで2倍にしつつ倒していこうかなと。でも、必殺発動時の体力が 30% 以下の時、まあ、これ思いましたか皆さん。あ、ライめっちゃ考えてるやんと思いましたよね。うん。ワイパーの方で HP99%、削ることができますので、まあ、これで体力はね確実に 30% 以下にすることができるんですよ。まあ、そうなると、同タイプキャラのスロット影響を 2.25 倍にできるんですよ。まあ、なので同タイプキャラということで、まあ、自由か強靭タイプの、スロット影響を上げることができるということで、まあ、皆さんね全員自由タイプではありますので、まあ、それでね、全員のねスロット影響を 2.25 倍にできるので、まあ、星5キャラでここまでスロット影響を上げてくれるキャラっていうのは少ないと思いますので、まあ、このエースを持っている方はぜひとも、使ってみてください。
で、まあ一応こちらにロビンも入れてますので、自由と格闘タイプキャラの通常攻撃より属性相性の勢い2倍にできますよということで、全員ね、かなりの火力が出ると思いますので、やっていこうかなと。で、さらに自由と格闘タイプキャラの、必殺ターンもね、一旦短縮できますので、これで一旦短縮しつつ、残りの必殺ターンも、解除していこうかなと思っております。はい、ということで続いては即属性編の方を紹介していこうと思います。まずバトル2の方でしびれが2ターンと、50% の割合ダメージで撃破時の行動で固定ダメージ5万ということで、まあそうですね、 50% 割合ダメージ受けた後固定ダメージということで、まあ絶対軽減しないといけないんですけど、まずこちらの、レベッカの方で、一旦の間敵カカガに対して、3000を超えるダメージの部分を超軽減させることができますので、超激減か、なので超激減させつつ、耐えていこうかなと考えております。まあ超激減されてるので多分、いけると思うんですけど、うん。でしびれ2ターンに関しましては、そうですね、こちらのサボを使わせていただきまして、しびれ5ターン回復できますので、これで解除していこうかなと考えております。でまあ、フレンド船長にもね同じ、サボを入れてください。まあボス戦で使うので、まあそうですね、この編成で組むのであれば、フレンド船長も、サポで行ってください。まあということで、どうしてもウソップを入れたいのであればサポート効果で解除するしかないので、まあこちらの、カラスの方でね、封じしびれ状態を受けた時、次の一部の行動時にしびれと封じを一旦回復できますので、まあ、これで一旦回復させつつ、まあこちらの3時の方って、まあ、残りの一旦を回復させるっていう感じですかね。しびれを受けた時一旦の間、一旦しびれを回復することができますので、計2旦ということで、まあ、2旦回復させつつ、まあ、ウソップを入れておくという感じでいけるのかなと考えております。まあ、もしねサポートキャラを持ってないのであれば、フレンド船長にもこのサボを入れさせていただいて、いこうかなと考えております。でまあ、ボス戦の方で青海賊ペンギン ×2 体配置で、状態上無効が99ターンで、肉スロット変換で、船長効果無効状態が8ターンとで、チェーンケースが2.9 以下、攻撃弾5ターンとで、ボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、船長効果無効状態が、まあ、プラス1ターンされるのと、属性スロットが不利扱いになりますよということで、でまあ船長効果無効に関しましては、まあこちらのベポの方で、2ターンと5ターンという感じで5ターン減らしつつ、その後に能力解放の方で3ターン減らすことで、まあ8ターンということで、残りの1ターンは、まあ、サポートキャラで、まあ自分は一応勘十郎を持っているので勘十郎で解除しようかなと、まあ、思ってはいるんですけど、もしねこの勘十郎とか、まあ、船長効果無効状態残り一旦解除できない方は、一応こちらにねゾロを入れてるんですけど、まあ、ゾロのとこに船長効果無効状態一旦解除できるキャラを入れておくといいのかなと。一応フリーでね入れているので、まあ、この雷蔵と、ゾロに関しましては、まあ、ギミック解除で入れていないので、まあ、ここに船長効果無効状態一旦解除できるキャラを入れておくといいのかなと。まあ、例えばですけど、一応ね3時をサポートに入れている場合は、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、そうなるとねやっぱ、サボをねどうしても、フレンド船長に入れないといけないのかなとは思っているんですけど、属性相性と船長効果無効ですよね。船長効果無効誰かいる？まあそうなると結構ね、そうね、まあ一応こういうキャロットとか入れるのもありなんですけど、そうなるとしびれがね解除できないという感じですかね。しびれが解除できなくなってしまう、そうなるとやっぱフレンド船長にサボを入れないといけないとかはちょっと発生してきてしまうんですけど、まあどっちかは妥協するしかないですね。まあサポートキャラいないのであれば、まあ、どうしても、サボをね、フレンド船長に入れるという感じでいくといいのかなと考えております。まあちょっとね難しいんですけど、うん、まあここはしょうがないのかなと。まあもしくはもう船長効果無効状態を、まあ6ターンとか7ターン解除できるキャラを入れておくといいのかなという感じですかね。うん、まあもしくはベポがですね、一応チェーンケース上昇が上がっている時にね、船長効果無効状態を
まあ、3ターン回復することができるということで、もうすでにねチェーンケースをかけておけば3ターン3ターン6ターンという感じで解除することができますので、まあその他戦場効果無効状態はね1体で十分ですので、まあさっき言ったゾロとか雷蔵の他に、まあそこのところにまあチェーンケースを上昇してくれるキャラを1体でも入れておけば、まあ問題なくいけるのかなと、まあ考えております。でまあニックスロット変換があるんですけど、まあそれはこちらのね、ベポの方で全てのスロットをレンスロットに変換できますので、これレンスロットに変換させつつ、サボの船長効果の方で、レンスロットを有利扱いにできますので、まあそれで、まあどうにかしていこうかなと考えております。で、まあチェーンケースが 2.9 以下、攻撃ダウンが5ターンということで、まあこちらのサボの方でね、チェーンケースの初期値を 3.0 にできますので、まあ十分、火力は出るのかなと考えております。で、まあ一応ライズを入れてた理由なんですけど、一応射撃と、自由タイプキャラの攻撃とスロット影響を、1.75 倍にできますよということで、まあこれで、火力上げつつ倒していこうかなと考えております。まあ、ということで今回は、絆決戦 VS ルフィ編の、まあ、超すごいやつなし編成でちょっとね、構成してみたんですけど、まあちょっとね、即属性編に関しましては結構いろいろ難しいところはあるんですけど、まあそこはね、自分が言ったのを参考にしつつ、まあちょっと工夫していただいたらいいかなと。まあサポート効果持ってないのであれば、素直にね、船長、フレンド船長の方にサボを入れさせていただきまして、まあそうするとね、結構スムーズにいけますので、まあそういう感じでやっていくか、まあもしくはサポートキャラがいるのであれば、まあ自分がね、さっき説明した通りに、編成していただければ、まあ、ウソップをねフレンド船長に入れることができますので、まあ、ぜひとも試していただきたいなと、まあ、他の技属性とか力属性に関しましては多分、いけると思いますので、まあ、超すごいやつ持ってないよとか、まあ、自分が紹介したね超すごいやつ持ってないよって方はぜひともこういう感じで、攻略してみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。